それではここで第33回東京国際映画祭の顔といえるフェスティバルアンバサダーをお迎えしましょう。今年のフェスティバルアンバサダーは日本を代表する俳優の役所広司さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。どうぞお入りください。ようこそお越しくださいました。はい、そしてメッセージをいただく前に第56回シカゴ国際映画祭のベストパフォーマンス賞の受賞、そして観客賞のダブル受賞となりましたこと、本当に心からおめでとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。西川監督が作った素晴らしき世界、2つの賞をいただきまして、西川組スタッフキャストみんな大喜びでいます。残念ながら東京国際映画祭では上映されませんけども、来年の2月には上映されますので、ぜひ見てください。ありがとうございます。 Thank you so much for mentioning that. Director Nishikawa really worked hard on this. The film was Under the Open Sky. It won two prizes at the Chicago International Film Festival. One Best Performance Award and the Audience Award. We were all overjoyed at this.And this film would not be screened this year at the Tokyo International Film Festival, but you can see it next year from February. Please go see it. さあ、そして本日は東京国際映画祭のアンバサダーとしてこちらにお立ちいただいております。ではアンバサダーとしてのご挨拶をお願いします。ロバート・デ・ニーロさんみたいな短いコメントで、いけるといいんですが、まあ、とにかく今回の映画祭の開催は、まあ、今までと違う形ですので、実行委員の皆さんの準備の苦労はとても大変だったことと思います。いよいよ今日から、始まりますこの気の抜けない開催期間だと思いますけども、観客の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。メディアの皆さんもどうぞよろしくお願いします。 Yes, as ambassador of this film festival, I'd like to make a very brief comment like De Niro, but maybe not. So, I was very, very happy to be chosen as ambassador. I know that this film festival is going to be quite different from all the others, and the organizing committee had a very difficult time to prepare it. But this festival starts today, and we must all take precautions.But I think along with the audience, we can really have a good time. そして今年は今もお話にありましたが、新型コロナウイルスの影響で多くの映画祭が中止、延期、あるいは縮小を余儀なくされています。東京国際映画祭はご覧のようにこのリアルでの開催をいたしますけれども、そのことについてはどう思われますか？そうですね。リアルでそのスクリーンで映画を見れるということはもう映画ファンにとってはもう最高のプレゼントだと思います。しかしまあこのコロナ禍での映画祭の開催っていうのはまあ今後に非常に生かされるんじゃないかと思いますね。でまあこの新型コロナウイルス感染っていうのは本当にこの先どうなるかもう先が読めませんので、なんとかこのコロナウイルスと共存しなければいけないのであれば、このみんなで知恵を絞って映画のために映画祭というものを続けられるように頑張っていきたいなと思います。It's a wonderful thing to be able to see the, all the films on the big screen and hold the festival for real, and I think this is a great joy for all the movie fans of the worldin this situation of the COVID-19, we don't know what the future will bring. We don't know what will happen. We might have to coexist with the virus, and therefore this film festival may teach us many things. It could be a lesson for us, and I think we should all try very hard in sustaining films for the future.さあ、ステージの両サイドにあるこの大きなバナーですけれども、今年の映画祭はキービジュアルに桜を起用いたしました。暗い情勢の中、映画の力を極
気持ちだけでも晴れやかになってもらいたいという、そしてこう桜ってやっぱり日本人にとっては特別なお花ですし、咲いていくその気持ちを込めて桜のバナーになっています。役所さんは映画の力にはどういうお考えをお持ちですか？まあ、映画、まあ、子供の頃から映画館で映画というものを体験して、無意識ですけどもたくさんのことを教わったような気がしますね。まあ、映画にはいろんなジャンルがあって、まあ、劇映画と劇映画は、まあ、演劇とか音楽とか美術とか文学とかいろんなこういろんな要素があって、そのそれぞれがこうもう見事にこう融合した時にこう何でしょうね、あの暗闇の中でゾクゾクするような感動の記憶というのは本当に体に焼き付いてますんで、まあ、そういう感動の記憶というのがこう僕自身こう生きていく力になっているような気がします。 Really, I've been watching movies since I was a little child and had the experience of watching movies on the big screen in the movie theaters, and I think subconsciously I learned so much from watching movies. And whether there are many, many genres in the film, in films, but I think it's a fusion of all the arts, the theater and literature, music, all sorts of art go into films. And the excitement you feel in the dark theater is something that's very incomparable to any others. So I think film has given me power. もう一つ、まあ、ドキュメンタリー映画というのがありますけども、まあ、ドキュメンタリー映画というのはやっぱり事実の記録からこうもう強烈なメッセージがあって、それこそ本当に時代を変えるもうすごい力のある映画だと思っています。And I think with documentary films, it can have the power to change the times, the age. So I think it's, the power of film is really great. はい、ありがとうございます。今回はコンペティション形式がなくなりまして、観客の皆様お一人お一人の投票で観客賞というものが選出されることとなりました。いろいろな視点でお客様をご覧になって一票を投じられるわけですけれども、役所さんご自身は映画をご覧になるときにどのような視点を大事にされていらっしゃいますか？そうですね、やっぱこう、まあ、観客が映画というものを評価するというのは本当に、まあ、一番正しいことなんだと思うんですけども、やっぱり本当に世界中の映画人が人生をかけて作った作品をこう評価するというのは本当責任重大ですけども、まあ、でも、うん、素直にやっぱりその心を動かされた映画っていうのを順番つけるのは非常に難しいですけども、でもやっぱりこう、まあ、国際映画祭ということになればやっぱり正しく公正に自分に素直に選ぶっていうことが一番重要なんじゃないでしょうかね。There is no competition this year, and there is only the audience award, and I think it's the right thing for the audience to judge a film. And of course, movies, there are so many different kinds of movies, and it's a great responsibility to choose which one is your favorite or which one is the best film. I think you just have to go with the one that moves you the most. It's very hard to evaluate films.But at an international film festival, I think we have to be fair. We have to be try to do the right thing. でもあれですよね。この映画祭で観客の皆さんが重要な役割を担うということは、もう映画祭の熱気につながるような気がします。もうそれはとてもいい良いことだと思います。I think though that the audience are choosing the award, having a playing a really important part in the film festival, I think is a very good thing for the festival. It will really make the film industry exciting. もう自分の心に正直に心の動いた作品を選ぶという視点で。そうですね。はい、もう観客の人はやっぱりすごい、なんですね、映画を。見極める力っていうのが試されるような気がしますね。And I think yes, choosing the right or the thing that the film that most moves you, I think is good. And it's sort of testing the audience in a way too.
ありがとうございます。それでは最後になりますが、第33回東京国際映画祭のフェスティバルアンバサダーとしての意気込みをお聞かせいただければと思います。まあ、正直このアンバサダーという大役をいただいたんですけども、何をすればいいのか、何に役に立てるのかっていうのがわからないんですけれども、まあ、とにかく日本映画はその素晴らしい先輩たちがいて、世界中の映画ファンを熱狂させてきて魅了してきたと思います。でこの東京国際映画祭もそういう先輩たちに恥じないような、素晴らしい映画祭に成熟していくことを、心から願っています。As ambassador, I wasn't quite sure what to do or how I can be of use to the festival, but I think we have great senior filmmakers in Japan who have inspired the world, and therefore I think that the Tokyo International Film Festival can also grow and develop in their footsteps. ありがとうございました。何か最後に。もういいです。That's enough for me. でももう私たちは役所広司さんがここでこうして映画についてのことを話していただけるっていうことだけで、やっぱりアンバサダーとしての存在感とかお会いできて嬉しいという気持ちがすごく高まって、はい、もう僕はこういう今日も何を喋ればいいんだろうかと思ってもうドキドキしてましたね。Well, I really didn't know what to talk about, so I was extremely nervous today.とても素敵なお話を伺わせていただきました。第33回東京国際映画祭フェスティバルアンバサダーの役所広司さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。